はい、こんばんは、フェマールでございます。今日はですね、北陸自動車道乗ってます。今日のテーマは北陸自動車道がメインとなっております。今城トンネル 2760m 長いね。今日は何をしに来たかって言いますと、この北陸自動車道の今城と鶴ヶインターの区間の間は上下線が分離して走ってる区間があります。それでその上下線分離してるだけならまだいいんですけども、その中で上下線の方向が逆になるとこがあるんですよね。まあ、ちょっと例えて言うならばアメリカの高速道路みたいな感じかな、右車線と左車線がなんか、まあなんていうかな、まあ、ちょっと図見てくださいとりあえず。はい、この先この鶴ヶ今城間っていうのはこの連続カーブ区間が多いでございます。そしてその上下線が逆方向になるっていうその変わり目っていうところがトンネルの中でクロスするんですね。立体交差、まあその走ってる時には分かんないですけど、でもその雰囲気ぐらい分かるかなと思ってやってまいりたいと思いますんで、よろしくお願いします。この立体交差するトンネルっていうのが鶴ヶトンネルってとこです。北陸の鶴ヶトンネルの 2.1 キロ区間でクロスするんですね。あ、鶴ヶトンネルやね。今このトンネルの入り口はこれ今ね、上下線とも同じじゃないですか。今左右ほとんど同じような高さです。それは今 3200m の高速に今入ってきます。でこのトンネルの今非常口がその先もうすぐ見えてきます。今右手にあるじゃないですか。要するに右側に、下り線があるってことが分かるわけですけど、今この先にも右の方にその非常口がありますね。この鶴ヶトンネルの非常口は多分非常口専用のトンネルがあるはずです。だから本線と非常口用のトンネルと、あと下り線があると思うんですけど、それが真ん中にあるということです。でその立体交差部分っていうのは 2.1 キロぐらい、この辺からですね、この辺からかな、今ねこの部分、ここが今上りと下りがクロスしました。この下40メートル下にその下り線のトンネルがあるんですよ。で今これでほんでほら非常口が今左になりました。要するに非常口は右から左になりましたよね。それでクロスになったってのが分かりますね。でここからちょっと下り勾配やっぱ大きい感じがしますね。トンネル出たとこはスイーツのパーキングエリアかな。ちょっと寄ってみましょうか。でこれ出口、出回し、ターンで、この今パーキング入りますから、そこで見てみましょう。この下りのトンネルははるか上の方にあるはずです。はい、じゃあちょっと入ってみましょう。はい、スイーツのパーキングエリアですね。こちらの方海が見えて綺麗なとこですけども、今これ上り線の方ですけども、下り線はあそこの上になります。これぐらい標高差あるんですね。本来ならあそこが上り線じゃないですか。で今こっちは下り線になってますから逆転してますよね。じゃあ軽くこれパーキングエリアの紹介ですね。だいぶ小切れになりましたね、すごく。そして特徴的なのが、ここのパーキングエリアは元北陸本線の水津駅の敷地内にあります。昔は鉄道ここをぐーっとまっすぐ来て、ここに駅舎があったものと思われますね。今これがパーキングの裏に来ました。この裏ですけど、この横に道があるんですけども、この先が
北陸線の旧トンネル群に続いている道です。ですのでここが旧駅だったんですね、はい、ガチガチでこうやって駅があったことが伺えますね。この地点が今のパーキングエリアの場所でございます。はい、それでは今スイーズのパーキングエリアを出ますね。もうスイーツトンネル、この上にあのソロジダニトンネルっていうのがあります。ここは右手にすごい綺麗な景色が見えています。今今回もこれおそらく早送りになりますけども、うん、このカーブやと高速サーキットの画像になりそうだな。明るいトンネルやな。下がってく、うん、そしてそうそうそう、これ今この先見るとすごく下ってってるでしょ。これなんていうか、この辺から下りがすごいんですよね。はい、 600R ですね。ちょっと急なんでしょうかね、これは。 600R ないの、お軸は。今これが分離してるわけじゃないですか、上下線が。で、これ今上り線なんだけど右側の区間を走ってます。そしてですね、ここの謎というか疑問があるんですね。上下線分かれてるのはいいですよ、分離してるのは。ただなぜこれが上下線が右左逆になって走ってるのかなっていうのが謎なんですよ。それがずっと謎で、だって別に分かれてる分にはいいじゃないですか。そんな分かれてるならいいけど、なんでこのクロスしてわざわざ交差させて左右逆転させてるのかなっていうのが今回私の疑問ですよ。でその理由をネクストの中日本のホームページに問い合わせたんですけど、もう1週間くらい経っても返答ないんで、まあ無理だなってことで、ちょっとこの辺がよく分からないんですけども、また後で下り線の方も行きますけども、おそらく勾配じゃないかなと思ってね。下り勾配がここきついんですよ、今走ってると。でそれで多分今の下り線の方は緩やかに登ってく坂だと思うんですけど、おそらく地形図見るとそんな感じなんですよね。だからそれで上り勾配を防ぐために上下線逆に走らせてるのかなって思ってます。はい、今そしてここからまたここでこれ勾配がきついんですね。下り勾配があります。駿河インターまであと2キロ。上の高架橋はこれ北陸新幹線ですね。だいぶ着々とできてきてます。そしてもうすぐ高速道路の今のこのクロス区間、地上クロス区間に参ります。ここ今この下に、あ、今クロスしました。この下に下り線がありますね。はい、ここでやっと上下線が正常に戻りましたという感じですね。はい、それではまた今度は鶴ヶインターから今城インターへ向かう方向となります。はい、でね、それで今現状は上下線は普通通り、右に上り線、こちらが下り線というローテーションっていうか、そんな感じですね。そして今からこれクロスポイントですね。クロスポイント、ここで上下の関係が変わります。まあそれではね、これなんでこっちが下りがこちら側になるかっていう検証的な感じで走行してみましょう。でも
上下分離してるけど、これなんとか用地買収でこれ4車線できなかったんですかね。対面4車線できないかな。さっきの鶴ヶインター手前の上り線だと結構な下り坂だったんですけど、まあ、ここはなんか割とゆったりとした感じ、そういうとこなんかな。やっぱ今真正面付近に、あ、今車見えますかね、あそこが上り線ですね。セパレートされてます。結構ここは最接近区間かな。かの昔この北陸自動車道を開通当時は2車線で対面通行だったそうです。で確かね、この羽原トンネルのここら辺までが2車線の どうなってんかな、なんかここのあどうなんかな、ちょっと分かんないですここはちょっと情報不足なんでやめておきます。羽原トンネルです。トンネルを抜けるとスイーツパーキングエリア、下りの方ですね。そこも寄ってみましょう。やっぱりこの上下線が逆になってるのは多分勾配だと思われます。こっちの方はやっぱりゆるーく登ってますもんね、だと思います。多分あれを今の上り線の方を下り線にしちゃったら相当な急な坂で大変な目に遭うんでしょうね。はい、トンネル抜けてすぐスイーツパーキングエリア、下り線です。おー、わー、いい天気や。もっといい夕暮れに来ればよかった。じゃあこれスイーツのパーキングエリアですね。ちょっと覗いていきましょう。ちょっと声こもってたらごめんなさい。あー、景色いいや、やっぱ。めっちゃ景色がいい。まあこの通り景色がめちゃめちゃいいんですけども、さっきの上り線のパーキングエリア、あの遥か下っていうか、まあ今で40メーター50メーターあるんかなの下の方にございます。これぐらい離れてるんですね。本来ならあれが下り線ですよね、っていう風な位置関係です。そしてあそこに見える道というのが旧北陸線の鉄道跡です。今は県道になってますけどね。そしてあそこに駅があって、すごく綺麗な景色の駅やったそうですよ。そして今から行くあそこは鶴ヶトンネルですね。あの途中でクロスポイントがございますので後で参りましょうね。はい、じゃあそれじゃあスイーツのパーキングエリアを出てすぐ鶴ヶのトンネルが入ります。この左側に、はいね、対比口ありますね。対比口のトンネルありますね。はい、入ってきます。じゃあこれもまたね、今非常口が今左の方に出てきますんで、ここはもうすぐクロスポイントになりますね。はい、ここが左側に向けての非常口です。でこれ今右曲がってますよね。この右曲がっていくとこがもうちょいこの上、ここですね。この上にクロスポイントがあります。ここ今立体交差部分ですね。そして今これ右の方に今度は非常口が、非常口が右になりましたね。ということで今これで上下線の並びは正常となりました。はい、という感じですね。そして右カーブを曲がってまっすぐ行きます。まあそういった感じでね、今これ勾配もこれ普通に今ちょっと下り勾配ですね、なっております。だからもうそのやっぱりこの上下線がこの左右逆転してるっていうのはその勾配が関係してたんだと僕は結論つけております。まあただこれネクスコさんがこれ解答してくれてないんでちょっと何とも言えないんですけど、本当のとこはもうちょっと深い意味があるかもしれません。
なんかあのトンネルの勾配があると煙が登っていくとか、なんかそういう関連もあるっていう話も聞きましたんですけど、その辺もちょっともうわからないんで、はい、まあ、僕の結論はそんな感じでございます。そして敦賀トンネルの出口になりまして、この右手には成城通りの上り下り線という形になっておりますね。はい、ってことで今城インターが見えてまいりましたので、まあ、今日はこちらまでで終わりたいと思っております。こちらの区間はなかなか、まあ、これもちょっと危険区間ですので、皆さん交通にはお気をつけて走ってくださいね。で、まあ、ちょっと謎解きになったかどうかわかんないけど、まあ、このような感じで多分勾配が関係して左右逆転の分離されてるんだと思われます。あと吉林かな、あとこだと思います。はい、じゃあそういうことで今日はこれまででございます。おやすみなさい。お疲れ様でした。ありがとうございました。